インターネットテレビウィル増刊号編集長の白川です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。白川さん、はい、トランプ大統領はもう2年以上前の大統領選の時からずっと、うん、あのメキシコとの国境の壁建設っていうのを言い続けてますよね、はい、あれは未だにもうずっと言ってるわけなんですけれども、はい、あれなんであんなにこだわるんでしょうか。あの公約だからっていうのが正解になるんですけども、はい、実は30ぐらいある彼の公約の中で一番重要なものに位置づけられてるんですね、うん、だからそれぐらいあのトランプ大統領の中ではこだわりがある政策であるということです、はいうん、でなんでこだわりがあるかっていうのなんですけれども、これ結構ですね、今のアメリカというものを考えると重要な政策であるというふうに私は思ってます、はいはい、というのが、まずですね、こう多分メディアが少しこうミスリードしてると思うんですけども、はい、トランプ大統領が今、うん、なんていうのか封じようとしている移民って不法移民なんですよね、はい、別にあの正規の移民を追い出すみたいな話はないんですよ、うんはい、つまり法律を守らない移民は入れないよって言ってるだけですよね。当たり前のことですよね。当たり前のことごく当たり前のことなんです、うんうん、だから、それは入れないというのはおかしいというのは法律を守らないのは正しいと言ってるようなもんじゃないですか、うんうん、だからその点でちょっとマスコミはこう意図的にミスリードしてるような気がしてます、うん、対外主義者みたい なんかレッテルを貼りたがってますね。そうですね、うんはい、あともう一つですね、あの壁作ったってそんな変わんないよっていう人もいるんですよ、うん、でもね壁の建設、まあ、フェンスですけど、うん、それってもう、まあ、私が知ってる限りではクリントンぐらいからやってるんですよ、はい、で少しずつこう、うん、フェンスを広げていってそれで効果上げてるんですよね、はい、不法移民っていうのは減ってきている、うんうん、だから壁を作っても意味がないっていうのはやっぱり私はちょっとそれは意味が分かんないですね、うんはい、で、あのその不法移民が、まあ、誰が一番困ってるか、不法移民がどんどん入ってることによって誰が一番困ってると思われますか、うんうん、それは既存のすでにいる、はい、いわゆるヒスパニックの方であったり、はいっていうんじゃないですかね。そうですね、うんうん、特にトランプ大統領を支持している人っていうのは、うんまあ、地方の中間層、うん、特に白人、特に男性ということになりますよね、はい、だからその人たちっていうのは古き良きアメリカみたいなところをこう守ってる人たち、はい、だからその不法移民っていうのはやっぱ嫌ですよね、うんうん、ところが都会の方は、まあ、リベラルな人たち多く住んでいるから、はいうん、まあ、その地方の人たちの考え方と相入れない、うん、ところがそのマスコミだ、なんだっていうその意見をリードする人たちっていうのはリベラルが多いから、はい、その中間層の地方の人たちの意見で封じられてるわけですよね、うん、だからトランプ大統領っていうのはそういう、 こう声なき声というかサイレントマジョリティの代表する人、うんものだから、はい、その不法移民を、追い出せ、まあ、入れるなって言ってる時に実は声なき声っていうのは喜んでると、はいうん、で、声がでかい、まあ、なんだろうな、ノイジーマジョリティ、よくわかんない、ノイジーマイノリティ、マイノリティなのかな、うんまあ、そういう人たちは騒ぐわけですよね、うん、だからあたかもあのアメリカ人みんながトランプ大統領を批判してるように見えるんだけど、うん、ごく一部ですよね。ただ我々の耳に届くのは、まあはい、お金持ちのハリウッドセレブなんて、うんまあ、よく、うん、トランプ嫌いを公言されている方が多いですけども、うんそうですね、本当にごく少数なわけですよね。そうですそうです、うんうん、で地方というのはやっぱりこう人のこう流動性というのは少ないじゃないですか、はい、そういう時に不法移民が入ってくるとやっぱりその、秩序っていうのが守られないって気持ち、特に不法移民だとね、はいうん、あるからやっぱりそれはできるだけ入れないでほしいっていうのはごく自然な気持ちだと思うんですね、うんうん、それは都会の流動性のあるところで住んでる人たちとやっぱり事情が違うわけですよね、はいはい、それで、もう一つ考えなければいけないのは移民を受け入れるっていうのは、はい、実はその移民をこう送り出した人たちにと国にとっては大きなダメージだっていうのは分かります、うん、つまりね、はい、教育費だなんだって、うん、補助金だってなんだって出して大きくしてやっとこっちから税金もらえるって思ったところに移民するわけでしょ、はい、そうすると移民を受け入れるっていうのはその人材というのをタダ取りすることなんですよ。投資が回収できなくなるわけですね。そうするとどん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 そういう国っていうのは、貧しくなっていくわけです、うん
だから、うん、移民を受け入れるっていうのが正義だって生きていいのかっていうのもありますよね、うんうん、で、トランプ大統領が一番こう、こう強調しているっていうのがですね、はい、犯罪者が流入することです、うんうん、特にあのこれご存知ですかね、ホンジュラスに MS-13 っていうのが、はい、あの世界最強のギャング団っていうのがいるんですが、これあのよかったらですね、ぜひこう検索していただきたいんですけども、うん、まあ多分ホンジュラス MS-13 って引けば多分すごい画像が出てくると思うんですけど、うん、全身入れ墨の人たちが出てくると思うんですけど、うん、ザ・ワルみたいな、ザ・ワル、うんうん、なんかね、いや聞いたところによると、これ本当かどうか分かんないですけど、はい、そこに入団する最初 の儀式が人殺しだみたいな話まである、もう日本にいるとね、はい、とってもこう想像できないような、はい、うん、犯罪ギャングっていうのがいて、はい、結局彼らは犯罪を輸出することによって儲けてるから、うん、はい、そこのターゲットってやっぱアメリカなんですよね、うん、これを封じたいっていうのはこれ当たり前なんですけど、はい、うん、だからトランプ大統領が一番何遍も繰り返しっていうのは MS-13 だけ入れたくないって言ってるわけです、はい、うん、なんでかっていうと、もうとんでもない犯罪組織だから、うん、特にそのドラッグが入ってくることによって、まあ、アメリカ の生産性っていうのは落ちるわけじゃないですか、はい、でアメリカは武器携帯の自由、要するに銃が自由に買えるから、はい、そっちは今度は中米南米に流れちゃうわけですよ、うん、でこっちは殺人事件起こるわけですよ、はい、つまりドラッグが入ってくる、銃が出ていく、こっちでは犯罪、人殺しが起こる、こっちでは国がダメになっていくっていう状態ができると、これを阻止するっていうのが国境の壁なわけです、うんうん、こだわるのは当たり前ですよね、はい、うん、これをなんであんなものにこだわるんだっていうのは、私はむしろわけがわからないですね、うんうん、であのアメリカで特にその、不法移民が入りやすい州っていうのが2つあって、はい、うん、テキサス州ですね、うん、これはあの自然の要害があって、まあ壁っていうのは、まあ、きちんと作ってないっていうのがあって入りやすいっていうのがあります、うん、でテキサス州ってご存知のように保守派が強いところなんですが、はい、あとはまあブッシュ、うん、ですね、そうですね、うん、ブッシュなんかがいますし、ところがですよ、あのベト・オルークって、はいはい、今話題の人、うん、はい、民主党の大統領選に候補になるんじゃないかって、そうなんですよね、はい、うん、今だから、アメリカ中の、まあ、朝日新聞も持ち上げましたけど、うん、みんなで頑張ってね、オルークっていう風にやってる、うん、オルクさんっていう風にやってるような、はい、うん、そういう人材なわけです。でもあのオバマの再来って言われてますよね、うん、あの演説が上手で、まあ、中間派であるっていうことがあって、うん、あのバリバリのリベラルではないです、中間派なんですけれども、はい、うん、はい、であのテキサス州で、この人は、まあ、強いよな、あのテッド・クルーズとかなり競り合ったんですね、はい、ギリギリまで、はい、うん、だから、まあ、テッド・クルーズ、その保守派で、テッド・クルーズってバリバリの保守派、ご存知ですか、ね、ですね、はい、うん、彼がかなり追い詰められたっていうことは、うん、テキサスがそれだけ変わってきてるってことなんですよ、うん、それはもう不法移民ですよね、うん、移民がどんどん入ることによって、テキサスというのが古き良きアメリカっていうのを持ってたあの州が、はい、もう独立派すらいる、うん、もうここだけでアメリカを守りたいと思ってるような、うん、州が、うん、どん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 そのリベラル化してるわけですよ、うん、ちょっと止めたいですよね、はい、うん、ただもう一つはカリフォルニア、はい、特にもう南カリフォルニアっていうのはスペイン語圏、大きいのができつつありますよね、うん、うん、で国としてまとまるときに言語が違うってどうですか。あ、まとまらないですね、まとまらないですね、うん、例えば日本に韓国語圏ができたと、うん、すっごい厄介でしょ、はい、うん、教科書だなんだ、あの、うん、行政だってすごく厄介になりますよね、はい、だから国としてまとまるというのは結局言語をできるだけ、まあ、アメリカだと英語に統一するっていうのはやっぱ重要ですよね、はい、そうすると移民を受け入れるときに英語ができるっていうのは条件だからねっていうふうに言うのは当たり前、はい、ところが不法移民っていうのは英語ができない人っていうのがいっぱいいるわけです、はい、そとスペイン語圏っていうのができてしまう、そこは当然犯罪だなんだって起こる、うん、そこにドラッグだなんだって流れていく、うん、で、食いぶちがない人たちが、犯罪に走っていくっていう風になっていて、治安がどんどん悪くなってるわけです、うん、はい、でしかもですよ、リベラル派が多いカリフォルニアが独立運動って起こったのご存知ですか。あ、なんか
聞いたことありますね。そうそう、うん、で独立投票やろうみたいなところまで行ったんですが、はい、それで、ね、途中でですねこう方向が変わって、うん、南カリフォルニアは別にしようみたいなこと言い出したんですよ、うん、だって貧しいじゃないですかって、はい、すごいでしょ。あ、切り捨てますね。切り捨てるんですよあの人たちって、うん、どこがリベラルだっていう話でね、うん、つまりそれぐらい重荷になってるわけですよね。カリフォルニア州って実は大赤字で、うん、あんだけ儲けてるのにですよ、うん、あのシリコンバレーがなんだってあるのに、はい、その不法移民が入ることによって、まあ、犯罪が多い州、うん、あまりに生産力がない州っていうのは、あ、州というかその地方っていうのができてしまったと、はい、うん、だからそれを防ごうということなんです、はいはい、だからごく普通のことです、うんうん、それに、うん、まあ、ここで一挙にやるんだから大きな予算を費やそうっていうのは別に私は変なことではない、むしろやるべきことだと思います。はい、はい、ここ重要になると思うんですが、なんでその民主党はそんなに不法移民を入れたがるんですかね。なんででしょう、不法移民、うん、移民はやっぱりマイノリティになるので、そうするとそういう人たちは騙されて民主党に入れちゃうんですかね。そう、つまり自分の党のためなんですよ。あ、うん、移民にどんどん入ったら、どんどん保守的な方、共和党に入れるわけないじゃないですか、はい、まあ7割8割ぐらいは多分民主党に入れちゃうと思うんですよ、うん、そしたら自分の党の、うん、保身のために結局それを守りたいみたいなところって、やっぱりまあ綺麗事っていうか、まあ建前はいろいろあると思うんですけど、はい、やっぱり本音の部分でどっかあると思うんですよね、うんうん、だから私はあんまりそのトランプ大統領をこう悪く言う人たちっていうのはちょっと信頼してないっていうところはあります。うん、はい、よくわかりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。